サツキと名の家管理棟、バス停を含む全景愛知県内の一地図サツキと名の家は愛知県長久手市願作三家坊の愛、地球博記念公園内にある展示施設である。2005年に開催された愛知万博において最も人気のあったパビリオンの一つ。宮崎駿監督のアニメ映画、隣のトトロに登場する昭和30年代の 草壁さつき名姉,姉妹の住む草壁家の家を再現したものである。なお、さつきと名の家と命名したのは鈴木敏夫である。劇中では昭和33年を設定しているが、このさつきと名の家は母親、草壁安子が退院して、草壁一家が楽しく暮らす劇中1年後を設定している。家のモデルは宮崎駿が戦時中に 栃木県鹿沼市に疎開していた時の和洋折衷の家をモデルとしている。またこの家は、風立ちぬでも、主人公の堀越二郎が、少年時代を過ごした家のモデルとしても使用されている。日本の伝統的な家屋に、洋風の2階建てを付設した間取りが特徴で、構造から仕上げ部材まで全てにおいて、本当の当時の家の技法にのっとって建築されている。ただし、 映画の中でのイメージを再現するため、木材などには、年月が経った日焼け状の処理を加え、草壁家が住んでいる状態を想定した、小道具も各部屋に配置されている。見学では2階へは上がれない。なお、実際の建築が始まる前に、模型専門会社トラックスにより、建築模型が作られており、その模型は実物の30分の1のスケールとなっている。 もう一つのサツキと名の家店で2005年4月9日から5月31日の期間限定で愛知万博前に公開された。愛知万博でのサツキと名の家ははがきによる事前予約が必要だったため各パビリオンの中でも競争率が高く予約券がネットオークションで高値で販売されたこともあった。回期中に内部の備品が壊されるなどの被害もあった。開幕前は 当施設の所有権をめぐって、隣のトトロ園の地の間で有志による署名活動を行われたことがあった。万博閉幕後の移設を狙い各地の自治体が誘致に乗り出していたが、最終的に会場跡地を公園として整備する愛知県に無症状とされた。2020年7月7日に愛知県より、さつきと名の家についてジブリパーク整備の工事が始まることから、 2020年7月13日から当面の間休業すると発表された。観覧時間は30分間となっている。ただし、閑散期などに観覧時間が拡大することがある。内乱を15分、外観からの見学を15分の計30分のみ見学ができるが、家屋内の撮影は禁じられており、外観のみ撮影ができる。ペットの同伴もできない。 入館には当日販売枠及び事前購入枠のどちらかの予約が必要であり、当日券もしくはローソンのラッピーにて日時指定の事前購入チケットの購入により予約ができる。また予約時間の15分前には、さつきと名の家受付所にて受付を行う。当日券の購入は朝8時30分よりさつきと名の家受付所で予約を 先着順にて購入することができる。なお、毎週月曜日が休館日となっている。3歳以下無料。心身障害者の当人と付き添い1名に限り無料。この家は、アトラクションをメインとしたパビリオンではなく、伝統的な木造住宅の技法に則っ,った家として建てられている。このため、風呂なども沸かして使うことができる。アニメの再現という側面からは、 宮崎駿の長男、五郎が全体の監修に関わった。ありがとうございます。